相手からアウダです。池田がピックに入る。外からハミルトン、オープンな状況ができました。さあ5点リードの青森、ポゼッション移り変わって池田雄一です。モンゴメリー中に通す、パトリック・カウダー。さあ池田でどうコントロールするか、入り込んで外にパス、内田明人、手をかけたのは木田隆明、速攻になる。合わせてブランド・アシュリー。一方のアルティーリ千葉はむしろ早い攻撃で得点を取っていて、ファストブレイクポイントは9ポイントです。池田のジャンパー決めてみせました。池田が混戦から出ていきます。ポールモナレックスを使います。昨日は16得点、反転から強さを見せる。5000得点も達成した岡田雄介です。回り込みながら杉本、ブランドアシュリー、アシュリースキルも交えてきました。内田がタイトについていきます。黒川小鉄も入っているアルティーリ千葉、特別指定のプレイヤーです。岡田クイックリリースのスリーだ。そして黒川、青森は時間を使ってしのげるか。黒川フローター、決めた。特別指定選手黒川の得点でタイスコア。相田と大崎、大崎から杉本、杉本が行く、合わせをパードンだ。ボッサンダンクで仕上げました。ショットクロックは残り5秒に向かいます。大崎から杉本、スクリーンも入って、杉本がオープンになった。スリーポイントを沈めてみせました。息つく間もないような、そんな一連の流れになりました。両チーム、前田レオがフリー、スリーポイントです。オープンは逃しません。アレックス・デイビスです。低く通してアウダに使った、見事な左手のフローターです。木田から大崎です。マッチアップは空いた、ワイドオープンになった、ブランドン・アシュリー・スリー。オープンな状況を作り出していましたアルティーリ千葉。アルティーリ千葉です。なんとかついていきたい青森、切り込んでいきましたが、最後はやらせなかったアルティーリ千葉の守備です。ブランドン・アシュリー、スピードを持って入ってきた。最後ユーロステップ、青森ワッツはタイムアウト。70点からスコアが伸びない、停滞をしているという青森ワッツです。すぐ合わせてデレク・パードン。そしてゲーム終了のブザーです。78対102、アルティーリ千葉